ますよね、皆さん。うん。役職をお選びください。まあ、選択しない場合、あ、自由にどうぞ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師です。はい、3番さんね、ランダム占い。ランダム占いで3番さんが白と出ました。はい、まあこの時間なんでね、皆さん寝ないようにご注意ください。まあ進行論を話させていただきたいと思います。占い師目線からの進行論を先に話させていただきたいと思います。そうですね、岸さんなんですけども、自分の考えをしっかり持っておいてください。それとなんですけども、自分の考えで出たりしてください。お願いします。多分なんですけども、占い師ね、もう一つ出るかもしれませんが、まあ、しっかり話を聞いて、どっちか、印象論だけじゃなく、しっかりと話を聞いて、黒か白か、灰色か、決めてください。はい、2周目から頑張りたいと思います。お願いします。2番のプレイヤーが発言します。占い師で7番が白です。7番が白、お願いします。まあ、岸は、まあね、潜伏はいいんだけど、2番の死を決めてるなら出て、視点詰めのために出てください。で、まあ、7番が騎士だった場合は、ワンチャン潜伏でもいいですけど、まあ、3しようとかになったらですね、自分視点は出てもらった方がいいかなと思ってます。まあ、その後、盤面狭まるんで、無駄占いはしたくない。で、1番の強靭か狼かは分かってないです。ただ、あんま、なんか発言が弱そうな感じなんで、勝てそうかなと思ってます。はい、ぐらいかな。まあ、レノは1周目に、まあ、レノは2周目でもいいかなと思ってます。ぐらいかな。まあ、しっかりグレースケール落とすんで、村人はしっかり村人主張してください。あと、なんだろうな。まあそうですね。村人は、まあ例の曲なんでね、色が見れるんで、まあ、うん、そうだね。まあ、初手は、村人だったら、でも村人アピールを絶対してください。死んだ時の遺言とかでもね、残されて強靭だったとかいう精査を落とされる。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人です。村人アピールします。そうですね、1万3、まあ、現段階ではね、1人目、2人目なんで、まあ、精査つきにくいけど、まあ、僕の、もう、勝手な印象だけで言うと、なんか、2番さんの方が新っぽい、喋り口調、なんか、パッションは感じましたね。ただ、これも、ね、劇的持論で、上げ足っていうか、僕の持論です。対抗に、強かどうか分かりませんけどっていう人、大体人外っていうのがね、結構当たるんですよね。そこだけちょっと僕は個人的な気になりました。はい、まあ、2週目、僕は占い精査が、村人の人は、すごい重要な精査ポイントになると思うので、しっかり、落としていきましょう。はい、以上です。だから2週目僕は1、2番さんをもうちょっとどっちがどうとかって言いたいなと自分自身の発言で思います。以上です。4番のプレイヤーが発言します。と陣営です。まあ今のところ、3人しかいない中で3番さんが、占い師の真偽をつけたのは、一番なんていうのかな、ムラリがあるっていう感じには捉えますね。なんだか1、3十分あったんだろうけど、さんまさんが、2は死んだと思うってことが、なんていうのかな、自分も正直そう思いました。1、2の真偽だけで言ったらね、なんだ、2の方が進歩いいなって感じの印象を持ったから、他の考え方と、1、3の否定ができたのかなっていうふうな感じはすごい受けたっていうのが、第一印象ですね。ちなみに、1、2でなんで2が死に見えたかっていうと、これはもう本当イントネーションなんだけど、1番さんのランダム三四郎ですっていうなんか言い回しが、2回くらい言ってる人って、これはもう本当に自分はそこだけですね。なんか嘘くさく感じた。2が特別シーンって感じはしなかったけど、
なんかその感じの言い回しがなんかすごい店っぽく感じたって自分の主観ですね。1,2,3のサイズ系。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。僕が真の占い師、6番さんランダムで白で出てます。6番さんランダムで白ね、結構自信あって1番さん狼、2番さん狂人だと思ってます。なんでかって言ったら、1番さんって最後の発言で占いもう一つ出るかもって言ったから、多分1番さん狂人だったら3仕様になること多分考えると思うんだよね。だから1番さんが占いもう一つ出るかもって言ったのが、1番さん狼っぽいなと思ったら2番さん出たから1浪2強かなって思ってました。1番さん浪起点で考えた時って4番さんは薄いかなと思うけど、4番さんの発言はおかしいと思ってた。なんでかって言ったら僕結構3番さんのこと怪しくて、3番さんまず、村人を使用する必要ないし、あとなんだっけな、3番さんって2番さんのこと神っぽいと思ってるのに、2番さんに対して対抗浪か強かわからんって言ってる人人外って思うんだよねって言ったのが、3番さんわからんかったからふわってんなと思ってるとこ、4番さんが3番さんいいって言ったのわからんかったけど、6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、うん、まあ人外のような行動をとっている、発言精査すればいいっていう人って本当に信じられませんよね。行動精査ですよ。人外がやるような行動をとっている人は、うん、釣りますよ。え、新市長？いや、あなた人外みたいな行動を取ったんでしょ？うん、自投票しろよ。あ、代表格ですか。占いからのレースラですよ。うん、対抗が出たら絶対にレースラしたやつから釣りますからね。人に迷惑かける行為ですよね。占いを語り、レースラ。本当に一瞬が無駄になりますよね。悪の行動ですよね。人外行動ですよね。え、それを正義の行動だと思ってやるんだったら、うん、何回でも釣ってやるからよ。うん。一角したら許すけど。だって、こんな盤面でスライドする人いたら、ザ・巨人に見えますよね。そんな行動をやる真の霊能がいるんでしょうか？人間性の問題ですよ。絶対釣ってやる。以上。7番のプレイヤーが発言します。6番さん、めっちゃわかる。めっちゃわかる。いや、僕、個人的に、占いからのレースラーとか、何考えてるかわからなくて、平和村狙いましたって、平和村人外の勝率高くなるやろかと思って。いやー、僕はね、一角したとしてもね、許さんよって思った。3番さんが1番さんに取った要素は、まあまあまあ、あるかもしれないなっていう、そのまあ経験則じゃないですか、3番さんの。だからまあ、若干なんちゃそらって思うところはあるんだけど、まあ、盤面動かそうかなと思って。てるのかなと思った。まあ、それよりか4番さんね。4番さんのは余計になんじゃそらって思って、なんか、いや、経験則でも納得いかんぞって思ってるから、いや、4番さんなんじゃそらって思ってる。まあ、3番さんはその盤面をね、動かそうとしたのかなっていうところで寄与できるところあるけど、4番さんのなんじゃそらだよ、本当に。8番のプレイヤーが発言します。ん？現状今グレード怪しいの7番さんかな。え、3番さんってだってさ、1,2 を頑張って精査しようとして、で、1はまあフィーリングにはなっているけど、若干偽っぽく感じたっていう発言をしていて、で、4番さんってそれに対して、で、3番さんは、ああ、じゃあちゃんと占い真偽をつけようとしているから印象がいいよねっていう発言をしていて、7番さんも3番さんに対して、1,2 場面を動かそうとしているから、っていうのは要はそれって占いの真偽をつけて盤面ちゃんと白黒つけさせようとしているっていう発言だよね。だから3番さんに対してそういう発言、4番さんと同じ意見を持っているのに対して4番さんはおかしいって7番さんが言うのとおかしくない？え、なんか違和感なんだけど。おかしいかな俺。現状、占い師に関しては語が神っぽいなと思ってる。3仕様目だし、で発言もしっかり、入ってくる発言をしていたかなと。9番のプレイヤーが発言します。おはようございます、9番です。そうですね、8番さんが良かったかなと思って、7番さんが4番さんがなんじゃこれって言ったんですけど、それ原文化しないから全く4番さんしてもアンサーできないと思ったら7番さんが変だなと思いました。6番さんがめちゃくちゃ印象いいですね。はい、予想します。1番さんの席で2番さんが霊能すらすると僕は思ってます。なので、僕も嫌いですね。はい。すらする人がないと思ってます。
そうなんですよ。平和村って弱いと思うし、ただのオナニープレイなんですよね、それって、スラって。だから自分が気持ちよくするためだけだと思うから、いや6番さんめちゃくちゃいいなと思ってましたね。はい。占い師審議は、5番さんしっかり、1番さんの最後のしっかりとした少しの要素を拾ってたから、ここも同様で5番さんが一番親身あるかなって思ってます。以上。1番のプレイヤーが発言します。あれ ?6 番って俺がエノスラすると思ったんだっけ。ちょっと。うん。レノスラはちょっと意味わかんないってのはわかるけど、俺はしないよ。うん。だって難しいもん。するわけないじゃん。ね。うん。現状ね。自分が取れてないわけですよ。で、一番目、ということを配慮してほしいなって思いました。はい。うん。一番目に占いしてたらさ、信用できないね。うん。はい、じゃあもう、みんなね、行ってきますよ。7番さんね、ちゃんと言語化し喋ってください。何ですか、わが、なんじゃそりゃ。いや、それ、7番さんがなんじゃそりゃです。これね。7番さんね、グレーで見てますよ。うん。うん。で、3番さんが、待って、ちょっと。よくわかんなくなってきちゃったかな。ちょっと整理させてください。OK。はい。まあ、3、4で、まあ、3番が、なんだ ?2、1で、2番の方が、新メタ回、うん、わかる。で、いいし、あれか。待って、言葉が。やばい。自分の頭の中の国語辞典が、ちょっと壊れてるよ。うん、2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ一強心でしょうね。5ローだと思ってるんで5を釣りますね。で、まあ5の相方だけど盤面的に3はないかなと思ってるけど、別に7番の3、4の指摘っておかしくなくって、3番って2の方が新っぽいけど強人かどうか分かりませんっていう人大体人外だなって言ってるから、発言が矛盾してるから4番が1、3、ローローを否定するのはおかしいっていう7番の指摘は何も間違ってないと思います。ただ3番盤面的に白だと思ってます。なんで、8番か9番あたりにいるのかな。5番がローでわざわざ3使用目で6を囲う必要もないと思ってるんで、あんま5、6も見てない。ただ6番はなんか、霊能で出るような布石打ってたんで、まあ、そこの発言にはちょっと違和感感じてますね。それだけ。ただ3使用目でわざわざ囲うことないのかなと思ってます。まあ、8番がだから7番にした指摘っていうのはおかしいと思ってます。うちは7白持ってるので、7番が4に対して1、3、ローローを否定するのはおかしいよっていう指摘は別に全然合ってると思います。はい。9番さんはなんで2番がレースラーすると思ったんですか？はい。自信占いですが。まあ、4が指定すればいいんじゃないですか？ 1 が、ローメがあると思うんだったら1釣り合いし、うちは5がローだと思ってますけど、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。2番さんが新っぽく見えちゃう。がですよ。まあ、100% とは言い切れないので、例えば、1が真の可能性は捨てきれない。まあ、捨てきってはいけないと思うので、占いは真っぽくないところからロラを貫通しましょう。で、これは、ラストウルフを探すゲームにしましょう。絶対もうここがもうこの1の芯を切るみたいなのをすると1が芯やった場合負けゲーになるので、それをせずに進めていきましょう。でそれでいって、残りが6、7、8、9、まあ、ここにラストウルフがいてるんですけど、まあ、それを見つけるゲームを、1、2、5を釣ってる間にやっていきましょうと、これはまあ僕の中で、決めたことかな。これ一周回って聞いた感じで、この順位はね、すごく難しいよね。僕は6番さんの言ってたなんか1のスライドどうこうっていうのは、僕あんまり、なんか正直言うとあんま気に食わんかったからと、そんな盤面決まってから思えばいい話かなと思ったけどね。どうかな。まあ2周目期間とわからんけど、まあ、あと、何？6、7、8、9を決め打たなければ、まあ、僕も含めて決め打たなければならない日はあと3日後になるんでね、まあ、それまでよく考えましょう。あ、今日は、1か5のどちらかからいきますね。
4番のプレイヤーが発言します。今日はもう2か5で言ってください。1は芯ないでしょ絶対。だって片白の3を触れたことでしょ絶対ないでしょ。なんでたまたま1から1か5で2を芯で見たのかわかんないけど、もう俺は7が、2点しか見えないですね。どう見てもグレーで言ったら3は盤面的にはないかなと思ってますね。1が三四郎でわざわざ2および5が出る理由がないでしょ。で、6がやっぱ村に悪いよ、三四郎で、助けてくれたわけだから、一角したわけだからね、4が。ね。で、その7の、個数が本当ごめんなさい、わかんないですね。見事にまあ、一番黒いと思った4が白角だから、ごめんなさい、俺は7が黒いから2からいきますね、結論から言うと。はい。7が騎士なら、出た方がいいと思いますよ、本当に。はい。もうそれぐらいかな。まあ、いずれにしても残った2人は、7を占ってもらいたいですね。白角にしてもらいたいですね。はい、自分に2からいきますね。以上。5番のプレイヤーが発言します。あ、まあ2周目は2番さん狼あるかなと思ったか、2でもいいかなと思ったけど、1周目の発言やったら絶対1番さん狼かなと思ったかな。なんかね、3番さんの発言すごい気になったんだよな。3番さんって1の芯は切らずに行きましょうって言ったのって、3番さんめちゃくちゃもう1白出るって分かってる人物なんじゃねって思ったんですよ。だから別に3番さんが1黒出たら1絶対芯切れるから、13は3番さんの発言がないかなと思ったんですね。3番さんなんか1白知ってそうな感じだったから。だから23とかあんのかなって思っちゃいました。7番さんに関しては、なんだろうな。じゃあ7番さん発言がよく分からんかった。怪しいっていうよりも。ただ、7番さんって結構、まあ、3番さんへの発言以外は、僕と結構発言似てねって思ったから、7番さん占い精査できると思ったけどなと思ったかな。8番さんは占い審議具体的に言ってるから、あ、まあでも、8、9番さん同じような感じで言ってたけど、だったら8、9番さん結構、8番さんとか特に僕は1番さんの発言よく聞いたって言ったから、じゃあもう1釣りって、とか1黒なんじゃねとか言ってもよかったかなと思ったけど、ぐらいかな。なんか、仮に僕3番さん怪しいと思ってるけど、3番さん6起点で考えたら2、3とかあるかなと。でも1、3はなさそうだなと思った。7番さんに関しては、なんか7番さんはどっちもつながるかなと思ったかな。ちょっと8番さんのそこだけ気になった、最後のそこだけ以上。6番のプレイヤーが発言します。はい。4番が、じゃなくてが、俺来た、間違い ?21 じゃなくて2、5って言った。あ、1番を残した方がいいってことが、まあ、まあ、それは、俺もちょっとまだ決めきれてないんだけど、2番。いやー、盤面的には5番が、あとは欲しいんですけど、ローで出てきてるとかだったら困ったなとかって思いますけども、まあ、占い行きましょう。今日は占いですね。もちろん。安心は占いで。よかったですね。A のスライドとかなくて。とは思いながら。囲いが発生しているのか。2番に、ローがいて。それとも8、9か。完全なグレー1の。7番の話がそこまでおかしかったんだろうかっていうか、みんながなんか7番。7番の 前半のあたりがおかしかったの。まあ、霊能、からの、占いからの霊能あたりって本当に意味ないなっていうところの話は、同じような考え持ってんだな、だから、ここじゃなくて後半か。後半の方になんか違和感があったんですか。わかんないですね、これ。どこかに狼がいるから結構芯を釣りたくはないけど、まあ、ちょっと話聞きますよ。今思えば、はい。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。あ、はい、まともだなって思える人がね、なんかグレーの回3、6くらいしかいないよね。だからもう勘グレの9、8に狼いなかったら、もうあなたたち反省してって思うね。3、4の占い審議の付け方って言ってね、始まった。4が3印象いいって言ったから、4のこと白くなるんじゃないかって、正直。4番さ、自覚ない。1番が2回結果行ったから、その3番白です、3番白ですみたいな感じで2回行ったから、
偽って言ったんだよ。なんじゃそらって思ってるけど。話聞いてないの？君たちはおかしいと思わなかったんですか？で、一番はそれで信じられていいんすか？あ、じゃあもう一から釣っていいんじゃないって思ってるけどね、正直。てか一の進化一番ないと思ってる。まあ正直1週目2週目ともに5はかなり新っぽいなって思ってる。まあ2週目2番さんもね結構ね新っぽいなっていうところあったけど、1の進だけは切れるなって思ってる。はい。精査する気がない。だって発言聞いてないもん。だって1新切りラスール8級にいると思うよ、はい、8番のプレイヤーが発言します。はあ、奈良番さんは8級にいるっていうのか。じゃあ黒要素どこ？それを言ってもらわないと。え、だからまあいいや。3番さんに対しては確かに違和感はあったんでしょ、初週に関しては。しかも3番さんって、これみんな他の人拾ってないけど、じゃあ俺村人しようです、村人しようって言ってるんだよ。村人透かしてるんだよ。それって村人ないと思ってるから俺は、まあ、印象が悪いんだよその時点で。で、昨日の発言でしょ。だから2番の1番のフィーリング精査でっていうところで審議をつけたんだけど、そこは違和感だったね。でも4番さんって3を違和感で叩くんじゃなくて、3番さんは精査意欲が高いから印象がいいかなっていう発言をしていて、それって7番さん目線同じだったじゃん。3って盤面を動かそうとしているから白いよねっていうふうな発言をしてたよね。え、だから一緒なんだから3番さんを印象よく見た4番さんって印象良くならないのって俺は言ってんの。で、2番さんもそれを乗っかるように僕同じ発言をしてるんだよね、確か。8番が怪しいって。え、なんか27ロローあるんじゃないかなって俺普通に思ってるんだけど。で、占いなんだけど、2攻めのところから釣っていきたいですって言うんだけど、この場合の2攻めって俺圧倒的に1番さんだと思うんだけど、1番さんって俺強めしかないと思ってるのね、生存欲がないところから。え、だったら25どちらか真釣っちゃう可能性もあるけど、25で釣りかけて黒出たらロラストップでいいんじゃないのって思っちゃった俺。俺25どっちからか行きたいよ。9番のプレイヤーが発言します。おはようございます。2週目。いやそうですね。なんか、まあ、ちょっとね、白崎ちょっとなんか強靭っぽいとこおるんで、ワンチャンなんか新ロールもありそうだなって正直思いました。はい。で、なんか8球、まあ、確かに俺は8番さん印象いいって言いましたけど、一緒にさえのあんまり良くないっすね。だって7番さん、俺別に、しかも8番さん突っ込んでるとこ違うし、それで8球なんかぶん殴ってくるの違くないと思って。だから4番さんになんじゃこれって言ったんですけど、じゃあ7番さんどこかって思ったから、俺はそこをしっかり言語化してほしいって言っただけなんですけどね。いや、それでなんかね、そう思われたらこっちも疑うしかないですよって感じですね。どうなんやろ。なんか、5番さんもなんかめちゃくちゃやったら8に触れたがるし、なんか5、8も見えたかなとは正直思って。てますかね。どうなんやろ。2番、マシン今日は占い師ですもんね。いやでも1番さんが本当に新占い師だったら結構きついんかなって思ってて、あでも、まあ大丈夫か盤面的に。あそうっすね。じゃあもういや俺も2、どうしよう。ちょっと黒落ちそうなとこから行きますか。せっかく4番さんが25って言ってたんで、なので僕25どっちか行こうかなって思ってます。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してください。なんかもうやる気ないです。やる気がないです。なんか1も釣れずに、なんか初日シーン釣って
しかも7が黒いって、もう霊能が沼ってるんで、はっきり言って勝てないと思ってます。はい。7番が言ってたことって、初日1、3、ローローで3が2が狂人か狼か分かりませんっていう人、大体人外だけど2の方が神っぽいっていう矛盾をついてるので、7番さんの強くも何もおかしくないです。で、5が、ローだと思ってるんで、なんかいいやと。5がローだと思ってるんで、なんか3に黒塗りしたそうやったんで、5番がローの時やっぱ3は盤面的にもないと思ってて、じゃあ5番って2ローで置いてるけど、じゃあ1教授に囲われてる2、3ローローでなんで2番が出てくるっていう盤面考察もないし、8番、9番の占い審議の付け方が、まあ9番の方が若干白いかなって、5、8めっちゃ見えたよね。なんかね、9ローはないよっていう落とし方、なんか5番が9をグレーに落としたい考察してたから、5番がローの時9は狼ないと思ってるし、まあなんか8番は3番よく見た4を印象よくならないのって言ってるけど、それ2番の人外数になってないから8番単体で怪しいです。しかもなんか6番の発言もめっちゃなんか2周目、盤面的に5がシーンしか述べてないんで、8番視点5、6にフォーカス向かないのめっちゃおかしいです。はい。もう初日つってるんで負けて叱るべきだと思ってます。以上。夜が更けました。まあ、その通りなんじゃない、あの負けて叱るべきなんじゃない、もう負ければいいじゃん。まあ、霊能がもう2号ランテージしたんでしょ、異世界みんなが言う一番つらんで。で、二の神、じゃあいいんじゃない、もう霊能は。もう色見なくていいでしょ。昨夜は1名の方が亡くなりました。驚いたわ。こっちかよ。4番のプレイヤーが発言します。はい、2番さん、白ですね。グッジョブ出てないんで、騎士が今いるんなら出た方がいいですね。出ない。じゃあ3番が騎士か。三神が起きたのか。三神か、四の連神じゃなくて、三神が起きたのか。まあ、占い師行くしかないですね。まあ、ごめんなさい。俺は、七番さんの色はまだわかんないにしても、三人出てきて、センサーをつけなかったのが、俺は黒要素だと本当思ってます、単純に。さて、占い師三人出てきて、四が黒いにしても、じゃあ四とどこが絡むのかってことは言ってもらいたかった。だからやっぱ八とか九の方が、まっとうに見えちゃってますね、素直に。で、6も、だって、あそこの場面においては、第一声で言った通り、霊能の、あれを確定させた形でしょう、かなと思ってますね。7番線目線はなんだ、もう、1が偽か。まあ、1は俺は偽だと思ってるんで、1から行きたいかなとは思ってます。ただ、5の狼目は十分あるかなと思う、3章目で出てきて、単純に。ただ、グレーで言ったら、これはごめんなさいね。俺、主観のこと言ってるだけだから。わざわざ黒くなって、なんだ、一周目の言ったことが黒いとは思わないと、思ってないですから。自分がもし村にいたら、こんな人狼いないだろうって言ったり、主観と自らで言ってるから、それが黒いって言われたら、ごめんなさい。逆に本当ごめんなさい。7番さんが黒く見えちゃいますね。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。あ、4番さんは1番さんのこと偽っぽいと思ってるわけでしょう。で、4番さんって2白出てるわけでしょう。だったら、4番さんって2死んでおいてんのかな、それとも僕のことを死んでおいてんのかな。2、5どちらかを死んって思ってるんだったら4番さん、7番さん白ですよ。で、7番さんがなった理由だけど、3番さんは、3、7だった場合って僕は3番さんの方が黒いと思ってたの。ただ、7番さんは単純に発言わからんかったし、もう7番さんがもう7番さん黒やったら7番さん釣れるし、7番さん白やった場合って8、9番さんにしっかり訴えかけなきゃいけないと思ったから7番さん占いました。で、3番さんの色って2番さんの色でわかるから、2黒だった時7白だったら3番さん釣れると思ったし、あれ 2白だった場合って1差ないから3番さん白になるから3番さん占いませんでした。で、1番さん狼なんだけど、1番さんの相方軸って8、9どっちかなって思うんですよね。9番さんの発言で最後めちゃくちゃ気になったことがあって、9番さんって芯を落としたらきついって4番さん言ってたよなって言って、で2、5行きますって言ってるから、9番さんって2、5どちらかもうどっちも偽だと思って1番さん芯だと思ったんかな。なんか9番さんがなんだっけな、1番さんにフォーカス1芯ならきついって言ってて、芯落としたくない、偽落としたいって言ってるのに
9番さん、1番さんにフォーカス向かないのは結構なんでだと思ったんですよね。うん、で、8番さんに関しては、そう、8番さん、1番さんに偽かけやったら別に1ってよくねって、まあ素直に思ったかな。はい、今日1番さん落としてください、以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。はい、まあ3番であれば4番が噛まれて色が分かんなくなるんで、まあ、伝統芸能ですね、伝統ですね。はい、1番情報終わってるんでね、1番から釣って、で5番が8、9に色つけて、まあ進路路がない限り、てかもうほぼ2が白なんだから進路路あるわけないよね。うん、まあ5でやってるんだったら笑っちゃうんだけど、2番つった時点で。なので、まあ、新居ローなんでしょ？じゃあ、まあ、5番。まあ、2番の結果は分かんないんですけど、あ、2番が新だったら8か9ですよ。5番が新でも8か9なんですよ。1番が新の時に7番なんですよ。はい。あ、2番の、あ、6黒ないんで、俺は村なんで、だから、2番新なら8、9なんですよ。で、5番が新なら8、9なんですよ。うん。一番が死ぬ時だけ7番なんですよ。うん。一番だと5、7、2強だってことなんだね、多分。まあ、一応仕事終わってるんで、まあ、1の気持ちは分かった。次は5番の点ですよね。5番だと2強、1、9か1、8ってことなんでしょ。2番だけが分かんないんですよ。2番が死んだったら一応1、5が強路という恐ろしいプランもあるんで。なのでね、まあなんか7番じゃないような気がしますけどね、俺は。はい、7番のプレイヤーが発言します。でしょ。あのね、4番さん、あんなね、あんなクソみたいな理由で新切るなんて思ってないですから。だから4番さんはなんじゃそらってなってるけど、黒いとか言ってねえじゃん、4番さん。で、8球に対しては黒要素言っただろう、8番。熱動なんだよ、君たちは。4の3に対する精査が同じだったら、4が白くなるんじゃないですか、じゃなくて、僕は枕言葉として、3、4の占い精査、どっちも変だよねって言ってんだよ。占い精査の話してんだよ。グレー精査が変だとか言ってないんだよ。その着地点がどうのこうのとか、そういう話はしてないんだよ。で、クレオスもきちっと上げてんだよ。4番がそう言った発言を君たちは聞いてないんでしょ、4の話を。4を精査する気がなかったんでしょ、1周目。霊能として出てないのに。それで、それで君たちが、なんだそれって思わなかった時点で精査する気がないんだよ、君たちは。だから、1周目、1が真を、真じゃないって3、4が、どっちもね、軽くだけどね、叩いてるわけじゃん。そこで1をかばってんだよ。それで1が俺のことおかしいんでしょ。じゃあもう1真切りでええやん。だって君真で見てる人間いらないんでしょ。じゃあ真で見ないっすわ。っていう話でしょ。8番のプレイヤーが発言します。難しいなぁ。あ、こんばんは。2番白か。2番白だったら、僕目線結構1番の強靭っぽいのは追ってたから、5が黒かなって思ってるんだけど、ただ、1が今日の時って、7黒打つかって思ってるんだよな。狼に当たる可能性があるから、めちゃくちゃ怖くないかなって思ってるから、むずいなぁ。ちょっとね、イチゴの精査が今つかなくなってる、2白結果で。ただ単体で偽っぽいのは1番さんだと思ってるから、まだ発言は残ってるけど、昨日の段階の精査では1番さんに投票しようかなと思ってる。ローラーをかけるならね。2黒の時7黒あるかなって思ったんだけど、2白だから、難しいなぁ。ただね、今日に限っては、6番さんが怪しいなと思っていて、6番さんって発言、各占い師の視点をまとめただけでしょ。
LINE を見せてないんだよな。どこが怪しいとかって言った？言ってたらごめんなさいって感じだけど。え、なんか6が進路を起訴しようとしてたところもなんか臭いんだよな。6強、それが6の強アピとかだったら、なんか、1が強ムーブして狼だけど、釣られた時って黒で蹴られてロラストップかかるから5が逃げ切りみたいな。9番のプレイヤーが発言します。おはようございます。そうですね。まあ多分8番さんが言ってるのって俺のことだなと思って、俺が新郎郎って言ったんですけどね、多分6番さん言ってましたけど、6番さんがめちゃくちゃなんか謎に7をなんか理由もなくかばうかな、強人なのかなって正直思っちゃって、ワンチャンあるかなとは思ったっすけど、いやどうなんやろう。いやなんか皆さんなんか7番さんが唯一1に入れて1番さんが7黒でしょ、ここもなんか違和感だし、2番さんの遺言はなんか真打っちゃってつって終わるんかなと思ったら、しっかり最後考察残してくれたから、なんか2番さんってなんか1週目に言ってたよね、なんか真占い師なんだろう、遺言で村をアピールしてほしいって、まあ、そこちゃんとしたからなんか本当に真打っちゃったのかなって俺は正直思ってしまった俺がいるって感じですね。まあ今日まあ1番さんは聞くけど、まあ占った理由で、まあ、どこかって聞いて、まあ、5番さんに色つけてもらって、俺、まあ、視点が、まあ、分かるんやけど、って感じですかね。なんか、5番さんに言われましたけど、いや、俺は4番さんが、まあ、黒釣りたいっぽい感じしたから、じゃあ1番さんが、結局でも5番さんも言ってなかったじゃん。だって2日目。結局、1周目は1番さんが強人っぽいって言って、人狼っぽいって2を強人置きして、で2周目で変わってって、結局どっち言ってなかったからって感じですかね。はい、まあ1番さんの聞きます。1番のプレイヤーが発言します。やっと回ってきたよ。ね、2番が強人、5黒、7黒。あのね、7番さんさ、3、4同じような発言してたじゃん。ね、矛盾してたことは3、4同じだよ、ね。両方ともさ、矛盾したこと言ってたよ。一番話聞いてなかったのはあなただよ。あと印象操作してるのはあなたね。ね。君、黒なんだからさ、自白しよう。自白しちゃおうよ。ね、お願い。それとね、1日目の1週目と2週目で、で、僕が喋ってなかったからって。それを、真の可能性を切ってるね。お前たちはね、4、5、6、7、8、9、まあ5、7はねしょうがないよ。だって君たち黒なんだもん、しょうがないよ。4、6、8、9、君たちがさ、なんで僕が真っていうところを切っちゃったの？3番の話聞いてた？切らないでおこうよ。ね、初心者って言葉知ってる？ね、そういうことで、だからダメなんだよね。まあこれだけ煽り散らかしてるから、あの気分に乗せて自分のことを釣るかもしれませんけど、あの釣ると思うよ。だってさ、3番の話をさちゃんと聞いてなかったじゃん。89ね、89はもう流されちゃってるね、7番さんにね。流されないでいこう。8番さん、9番さん、自分の意思貫いていこう。6番はよくわからん。じゃあな。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠がある？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。ってだと思ったけど、やっと切っちゃった日もいいよ。2番さんのね、あの演技良かったね。いやもう自分死んだのにもういいわっつって、死んじゃないじゃん君ね、廃人。本当君強人だよ、強人リア強なの。すごい演技だった。高校の時演劇部なんかな、もうやりたくないみたいなね。そういうのやめろ、ゲームだぞな。
印象操作ってそういうことだわ。はい。まあ、つっちゃったね。まあ、8番、9番さんはもう自分の意思をちゃんと貫いてください。はい。まあ、7番はもういいよ。話聞かなくていいよ、7番と9番。7番と5番の話は。多分、あ、これ釣られて、そっか、これ終わりじゃん。もうすぐ。うん。ごめんね、本当に、こんな占い師で。みんな、ごめんね。そうなんだ。大丈夫だよ、3番は騎士だから。4番は守られないんだから。みんな3番騎士なんでしょ？うん。大丈夫だよ、1番。1番の色を届ければいいんだよ。うん。今回は発言だとマジでわかんないんだけど。強人がなんで7黒打つんだろうなっていう7番行ってもいいんじゃないプランにも変わってきてるんだけど、黒だったらマジで芯取る気ねえよな。5番買わなきゃもうやばいレベルなはずなんだけどな。夜が明けました。まあどうなるか。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。あら、8番さん騎士じゃないんですか。あら、3番騎士なんですか？ 5 番から黒打たれてますけど、自立上の。いやー、8番さんは反省すればいいと思います。1番が黒だったら。あ、ということは、そういうことなんですね。身分の開示を選択しました。騎士の方は、夜のアクションを行ってください。うん、ま、保留しとくわ。守りは4番にほぼ行くから。うん。そういうことはもう、5番がローってことだから7番でいいんじゃね。めんどくせえから7番でいいよ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。これはどういうことだ。おそらく4番に守りが入ったってことかな。じゃあ騎士いるってことか。まあ、誰でしょうね。1番が今日で2シーンだったのかな。そしたら1は多分昨日の発言からシーンは追えないから。あ、素晴らしい。6番さんごめんね。あの昨日あの進路を追ったの9番さんだったね。ごめん、ちょっとね、そこは9番さんに言われて気づいたわ。確かにって思って。じゃあ6騎士でしょ。そしたら俺目線、2の真の白結果7だから9か。そうだよね、9になるよね。あ、待って、でもこれってさ、7でいいんじゃない。7いって6狼の時って神無し選択することでこういうことってできんの。できない。でもこんなこと、こんなとこ追う必要あるのかな。ちょっと待って、めちゃくちゃ混乱してる。やる意味ない。9番のプレイヤーが発言します。いや、なんでそんな八幡さん焦っているのでしょうか。僕には全く理解がわかりません。五番さんがローでしたね。じゃあ1日目の俺の考察当たってたってことなんですかね。五番さんがやけに八幡さんだけにめちゃくちゃフォーカスするっていう精査は。やっぱ五八でやってたからなんかな。どうなんやろ。まあ一番さんが真っていう可能性もまだあるけど、いや昨日も言った通り、まあなんか紙、まあ紙考察もいいと思って、だって3番さんが噛まれてるわけでしょ。で、3番さんって、唯一でもないけど、2番さんは結構新目で置いてて、1番さんも芯あるかなって、1番さんも言ってたけど、って言ってて、1か5に行くって言ってた気がするよね。まあ結果的に、まあ結果のやけど5番さん来るでしょ。いやー、どうなんやろ。1が芯の時が5、7か。2番さんが真の時が58。どっちなんやろ。1番さんめちゃくちゃ煽り散らかすし、まあ、あんまり真で見たくないなっていうのは個人的な感想なんですけど、なんか真切るとか言ってたけど、1番さんがでも真取ってくれないからこうなったんじゃないかってちょっと突っ込みたくなったぐらいですかもね。どうなんやろ。なんかめちゃくちゃでも8番さん焦ってるなとはちょっと思いましたね。はい。あ、もうちょっと、もう一回ごめんなさい。考えさせてもらっていいですか。はい。4番のプレイヤーが発言します。
ですね。どういう形だと、ニナはもう7と8でいいんじゃないかな。俺、9はないと思うんだよね。どっちにしても。ニナはなら、7と8で。まあでも、6番さん、もうあの英雄なんで、ニナは決めていいですよ。どっちが残っても。俺、わかんないけど、1が死んだと思う。場面的には、だって1があそこで強靭で、強靭だった時に7黒って出せないと思うよ。もうそもそも2が釣られた後に、だから残念シーンっていうか1のシーンは十分あるかなと思ってますね、本当に。だから、なんだ、それが発言できなかった8もおかしいよね。だって2縄だから。逆にこんな髪をしちゃうのは、8の落ち度なのかなと思うからくらいですね。だから2縄で言うならもう7と8のどっちか釣っとけば、勝ちなんじゃないかなと思ってますね。9にはちょっと自分はいけないです。で、6番さんが意見違うってなら合わせますね。もう英雄なんで、ニナは作ったのはファインプレーだと思います。6番のプレイヤーが発言します。7捨て、8、9、セーサー4番に頼みます。なんで捨てしたんでしょうかね、狼は。なんでか、捨てっていうか、紙なししたんだろう。4グッジョブなんですよ。あ、初日、多分5、まあ、4番がまあなんか、まあ、ねえ、まあ、まあ、2、5で、まあ、とりあえず5番シーンかなと思って5番守っといて、まあ、4番噛まれたらしゃあねえなと思ってたら、3番噛まれて、3番手スムラって言ってるのになんで噛まれたんだろうと思って。そして、次ね、3番は嫌いじゃないですかってとぼけてね、1番、死んだったら安心しなさい。私は4守れたんですよ。そもそも、狼でどうして5、6で5番のローを確定させるプレイするんですかっていうか、そもそも3番進むらって言ってるから。あ、俺騎士だから。で、次捨てなんだよ。なんでこんなことしてんのっていう。どこか噛んでたら、3分の1、33% だったのに、勝率が 66% になったのに、勝率が 33% まで激減してんだけど、とりあえず1の新世界が7つって8、9精査でもう4番に任せます。はい、もういい、それでいいんじゃないですか、もう。はい。とりあえず1の新世界があるから7つって、もしかすれば3番噛んで俺を残したのは7番が俺に評価してたかもしれないし、7つって、8、9、4番に決めてもらうでいいんじゃないですか。あ、4守りできるんで、4番は必ず行きます。はい。まあ、それだけですね。なんでこんなことになったの？なんで噛まなかったんだろう？7番のプレイヤーが発言します。あ、はい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 。6番さん、ナイス。まあ、おそらくは焦ってる8で終わると思うから、まあね、6番さんが言ってた、まあ、7、8でいいけど、まあ、9狼の可能性もね、まあ、あんまり捨て切れはしないけど、だって喜んでないから、ニグジョブで。ニグジョブで喜んでないから。まあね、僕だったらね、一番邪魔なよね。4番さんを噛むかな。4番さんだって話聞いてないんだもん。あぐらかきすぎ。うん。まあね、6番さんの功績ってことでね、まあいいでしょう。まあこれでね、負けたらもうしゃあないじゃん。そもそもね、6番さんがそのね、勝ち筋を作ってくれてるのに、まあ負けるっていうのはね、5番が芯取ってて、8番黒に捨てんだけど。まあ、8で終わるから。どうやって5、8になってんのこれ。5、9じゃねえか、むしろ。おそらく8だと思ってる。まあ、7から、7、7、8でするんでしょ。じゃあ、一度投票でもしようかな。はい。5、9。お疲れ様です。全プレイヤーの焦ってる 8?9 じゃねえ。5番って8黒にしてんだけど。まあ、7行ったら。7行くことをおすすめするで、まずは。俺9だと思うね。だって5番って8黒にすんの？ロロ囲いすんの？この盤面で。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番。違うのかよ。発表してください。いやー、何考えてんだよ、村が。いや、ごめんなさい。投票。いやー、ちゃんとやんねえんだもん、この盤面で。入れろよ、もうよ。村として何してんだよ、放棄したりとかよ。いや、俺釣られるんか。いや、もう、ちゃんとやって投票しろよ。俺に来たん？なんで？ 5、8ないだろ、7番だろ、もう。いや、だってさ、
俺噛んだらさ、どっちが真か偽って分からんくない？いや、7行かなきゃダメだって、あの盤面、村がもう。いや、もう。俺つってどうすんの？本当に信じらんねえわ。これ7行かなきゃまずい盤面で何してんだろうって思うわ。その疑いには、いやーもう何してんだよ9番手を。勝つ盤面でセオリー守れねえ人間ばっかりだよ。勝つ盤面でもう7番でいいだろ。5番が8黒にするはずがねえだろ、シントってで。どういうことなんだよ。いやーこれ9番の大失態だよ。もう68か7に投票しろよ。昨夜は1名の方が亡くなりました。大失態だよもうこれ。7番だと思うけども。え、なんか6番さんの言うこと絶対だと思ってた。はい、まあ8人入れます。まあ、8がダスールだと思います。まあ、最初の見解が当たってたんじゃないかなって思いますけど、ただ占い審議は思いっきり間違えてました。あの、なんなら一番新名先中の段階で5だと思ってた、初週から初週から。そこがちょっと間違えましたけど。マジでもう7番に行かないやつらって悪いと思うで。もうこれ絶対7番だで、もう間違いなく100。まあ2番さんが多分発言でね、7行かないやつらってマジで奇跡だと思う。1の新世界あったんだと。1番が強靭で、なんで7番黒打ってんだよ、まずよ。強靭さんが。でもいやーもうよー、結構すごいよね。なんで放棄してんだよもうよ。まあ2号どっちか進化僕分からなかったからね、正直。はい、8人いきます。8番のプレイヤーが発言します。で、じゃあこれ2強1進の5ローってこと？1ってそういう、マジか。いや、ちょっと待って。本当に俺ね、昨日9に行ったのは、9番さんって結果論でしか考察をしていないから、結果論5狼でしょ？僕当たってたじゃんっていうのがあまりにも臭かったから入れました。で、いや、正直俺、6が狼で神なしで守りましたって言ってんのかと思ったんだけど、噛まれてるから違くて。いや、これマジで、7黒か。だとしたら、7黒だったらさ、57? ダメだこいつら、もう。1は強靭で5、7番に黒打たねえから、7番に行くのがまともな村なんだよ。7番に行かない奴らがいると思わないよ。放棄するとか、8番行くとか、9番行くっていう。マジ奇跡だと思うわ、もうよ。けど、2強だったら、7に行くのがまともな村なんだよ。ちゃんと1の新世界。いや、もうひどすぎる村がちゃんとじゃんね。いや、ちょっとね、これ。こんな人たちいると思わなかったよ。もう7番に投票できない人たちがいるって思わないんだよ。まともな村はちゃんと規律を守って、ちゃんと進行を取るんだって。ひって村だな、もう。5番がなんで8黒にするんですか？ 5 番芯取ってる盤面で。おかしかったもん。これで8番に行けんだから、もう。俺じゃん、もう、マジで奇跡だと思うわ。もう、こんな3人がいるからもう勝てねえわ。7番に行かなかったこいつらはもう悪い。もう絶対7番に行く盤面なのに、もう。これだけ言っとくわ。ね、9に行っちゃって、こう、7、8の選択になったから、これ外しても来らないでくださいね。俺3の村も当ててたから、ね、先に。ただこれ難しい。これは本当難しいわ、7、8の選択は。7番って8だと思いますって言ってんだけど、ね、俺もね、7番いかないのこれ、この盤面。57しかないだろ、この盤面。5番、8番で黒囲いするの、4番に。マジで聞きたいんだけど、芯取ってるやつが8黒って言ってどうすんのこれ。9は絶対ないと思ったんだけど、5番って芯取ってないんだったらわかるけど、57。いやー、俺多分何してんだろう、この村は。もう、村がマジで何考えてんだろう。絶対に1って強靭で7黒打つと思うよ。7の新世界だから7番行けって言っただろうよ。本当にこれでいかねえんだよな。放棄してるやつとかさ、もう信じらんねえよ、俺もう。あ、負けると思うよ。あ、もう7でいいと思う。うん。だって5が8黒っていうことにするかどうかわかんないから、7だったらまあしゃあないよ、もうこれ。普通そう。危ない危ない。